日本東京都板橋区赤塚赤塚は東京都板橋区の町名。現行行政地名は赤塚1丁目から8丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は175-0092。板橋区西部に位置し、主として武蔵野大地の北東端で関東ローム層に覆われる一帯に位置する。北部で三園、東部で大門、四つは徳丸。 南部で赤塚新町、西部で成りますと接する。埼玉県境からは約300メートルとなっている。赤塚地区と指す場合、一般的には赤塚新町も一体として認識されることがある。抗義には、かつての赤塚村の範囲である赤塚新町、成ります、三園、徳丸、四つ葉、大門、高島平、新花岩を含めて赤塚地域、 赤塚地区と呼ぶこともある。また三円高島平、新河岸を除いた部分を指す場合もある。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、赤塚2の25の31の地点で36万円、平方メートルとなっている。数百年前からの赤塚号6河村は1871年11月に、浦和県から東京府に編入され、 1889年北、豊島郡赤塚村に統合、そして昭和7年、東京市に編入され、板橋区となった際に、大技の革命省はほぼ町名に移行。大ね成増駅に近い西側地域が上赤塚町、下赤塚駅に近い東側地域が下赤塚町であった。昭和40年代になって、荒川定地の水田地帯、通称、 赤塚田んぼ、徳丸田んぼの土地区画整理事業が進められて、高島平となり、高台の上、赤塚と下赤塚は赤塚に統合された。赤塚という塚があったことによるという。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。